1年のうちにこの年末年始というのは一番犯罪が起きてしまうというとても残念な時期なんですが、皆様の心がけ一つで犯罪は防げると思います。ですから、皆さん年末年始気をつけて新しい年を迎えるにあたって良い気持ちで迎えれるように防犯意識高めていただきたいなと思います。4月からまた大阪音楽大学で大学院に進学が決まりまして、今ホッとしているところなんですが、音楽がやっぱり一番自分の軸としてやっていきたいことではあるんですが、その他にもこういう準ミスという肩書きをいただきましたし、表現するということが好きですので、演じることですとか一日署長のような地域の活動ももしご縁があればしていきたいなと思っています。音楽大学に入った時にはこんなにすごいことになるとは自分でももちろん思っておらず、どんどん周りばっかりが変わっていって自分は何も変わらないので、ちょっと不思議な感じがします。今日も夢の中にいるのではないかというような